と男の子の青木香の7歳です。久しぶりにこの YouTube 界に登場です。最近さ、夜中が聞きづらくなってるよね。何なの？ムカつくんだけど、ぶっ飛ばしたい。だってさ、SNS 悪口ばっかりじゃん。悪口の言い合いを知ってる人多いじゃん。そんなね、大変な世の中を救いたい。なんで、今日はこの7歳の私が、お前らの人生相談に乗ってやるぜ！めちゃめちゃすごいんだよ。学校のね、工藤先生にも、いや、青木ちゃんは、将来政治家になった方がいいんじゃないのって。もうだって、6年生になったら私、絶対に学級委員とか、なるからね。クラスの人気者だから。だって、ドロケーした時とか、みんな最後、青木ちゃん頑張れって応援してくれたの。そしてね、最後、たけしと1対1になったんだけど、私、ジャンプで、タッチをかわしたんだよ。すごくない？だから、それが私の自信ってあれですね。お前らの人生相談に乗ってやる。だから、その、お供に、なんでしょうこれは。ブン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 。ブン。わあ、嬉しい。これね、ママが歯医者の帰りによく買ってくれるの。明治チョコアーモンド。と、やっぱね、大人になったら飲めなきゃかっこいいよ。コカ・コーラ、こだわり、レモンサワー、キリン堂。で、こちらは、サントリー、ほろ酔い、白いサワー。また超えてんでしょ。青木ちゃんって、企業案件とか言ってんのって。やるわけないでしょ。本当の中って、バカタレが多いんだよ。バカチンが。では、次は何でしょう。これは、美味しそう。焼き鳥、桃タレ。青木ちゃん、大人のくせに、塩味苦手なんだって。バカにするんじゃねえ。大人はね、タレなんだよ。こんなつくんだよね、これ。大人だって。大人じゃない、子供は子供なんだよ。じゃあ、食べていきます。レモンサワー苦いからな。いや、かっこいい大人になりたいから、レモンサワーあげますよ。美味しそう。絶対苦い。乾杯。この前ね、出かけんお兄さんに会ったんだけど、よくね、私の小学校のクラスの友達、みんなね、ヒカキンを見てんの。ヒカキン TV って、YouTube ってやってる。ヒカキン TV ね。いやいや、私はあんなね、子供のチャンネルは見ない。でもね、たまにヒカキンが、ワニマニパニックとか出すじゃん。あれ大好きなんだよね。次の日、学校の友達とみんなで、プレイルームでワニマニパニックやるの。でも、私はヒカキン見ないけどね。子供っぽいから。で、ヒカキンのモノマネしてる、デカキンがいるんだけど、デカキンにね、これ、もらった。いいでしょ。でもね、大人は食べなきゃダメだな。焼き鳥。桃タレ。皮タレ。では、いただきまーす。なんかね、この前ジョナさんにお母さんと言ったんだけど、そこのキッズランチ、ミートボール、あれもね、美味しかったんだよね。あれみんなに食べてほしい。でも、こっちの方が美味しい。ヤクルトだね、本当に美味しいんだからね。あ、ヤクルトはない。今、青木ちゃんは大人だからね。大人のレディは、口の周りにタレつけちゃかっこ悪いからね。私も見習って。じゃあ、今から、Twitter とか DM、Instagram の DM にもらった、お前たちの人生相談に乗ってやるよ。いや、やっぱ幸せな。学校帰りに先とおつまみ食べれるって、上級キッズですよ。ではですね、今から読んでいきます。ありがとな、送ってくれて。質問失礼いたします。性別で悩んでる方は多くの人が仕事で苦労してると思うんですが、青木ちゃんは稼ぎが安定するまでにどういう苦労をしたかや、どういった工夫をしてきたなど教えていただけませんか？とのことなんですけど。私で言うと、やっぱり性別っていうハードルがあるじゃないですか。ハードルを乗り越えるためには、身の回りの環境をまず整えなきゃいけないの。だから、例えば差別されたりとか、私はね、ありがたいことに差別されるような環境に身を置いてなかったから、なんか、お若の気持ち悪いとか、そう言って、言われたことなかったんですよ。私もそうなんだけど、元男の子予備軍さんとかも最終地点って女性として生きていくことじゃないですか。多分。ただね、いきなり女性の社会に飛び込んでも多分うまくフィットできないと思うのね。だってずっと男として生きてきたから、いきなりはできないでしょ。今の私で例えるなら、体育の授業でね、6段飛べる人かっこいいって言われてんの。それで私もいきなり6段飛びたいなって思っても怖いじゃん。だから3段、4段、5段って徐々に段数を積み重ねていっ
で、最後、六段。六段は、君たちで言う、女性社会に溶け込む。そこでしょ？だから、まずは自分が生きやすい環境に馴染んでいて、自分自身が傷つきにくい、差別されにくい環境に身を置いて、そこで、徐々に、まずは自分の心身を安定させる環境に身を置いて、お金をコツコツ貯めて、性転換手術するなり、包茎するなり、美容にお金かけるなり、徐々に段階踏んでいけば、元男の子さんが傷つくような体験をすることは限りなく減ると思う。徐々にがいい。私も早く女の子になりたいなーって、だからフライングして早くゴールに行っちゃえって思ったけど、そんな簡単なことじゃないから、徐々に変化していくことが重要。ちゃんと積み重ねて、ちゃんと積み重ねの毎日が自信と心身の安定を作っていくの。そしたら最終的にブレにくい気持ちが持てるようになるから、だから頑張れよ。応援してるぜ。ではお次の質問。最近誹謗中傷が多い世の中ですが、カナンさんはそんな世の中になってしまった現代のことについてどう思うかお聞かせください。もうね、世の中バカばっかりいるからね。昔からバカはね、いっぱいいるの、世の中に。ただ SNS とか Twitter、まあ、いろんな発信できる時代になりましたよ。だからバカもみんなスマホ持ってじゃん。バカがナイフを持ったら簡単に振り回すわけですよ。今世の中が息苦しい時代になったとか言うけど、それは違ってて、頭の悪い人がもともと目立つじゃないですか。それがネットという誰もが見れる場所にハードルなく簡単に出れるようになった、この SNS の時代、それの弊害だと思いますよ。だからね、思うの、人を簡単に傷つける人って今まで愛を感じたことが少なかったかわいそうな人たちなの。そういう人たちにはね、もっと愛の大切さ学んでってほしい。そしたらさ、あの時こうやって人に優しくしてもらったから、僕、私も他の人にこうやって優しくしてもらったら、あの時みたく嬉しい気持ちをシェアできるよねって、ハッピーの連鎖をできる体験をしたことのある人が少ないの、この時代。人に優しくできなくなってきている人が増えたのは、多分ね、この時代だからかもしれない。なぜかっていうと、昔はさ、根性論とか、ま、いろいろあったじゃないですか。学校の先生にこう、廊下立たされたりとか。でもさ、それはそれで、まあ、今は良くないよねってあるけども、いい部分もあると思うんだよね、根性論っていうのは。昔の人の方が、運動する人の割合って、まあ、多いらしいんですよ。ちょっとね、確実かわかんないけど、運動することにメリットも多いにあんの。よく言うじゃないですか。うつ病の人が運動すると、健康的な思考に徐々に変わっていくって。それって科学的にちゃんと説明されてんの。なんでかっていうと、運動するとセロトニンっていうホルモンが分泌されるのね。そのセロトニンって何かっていうと、やる気を出すために必要なホルモンとか、心の安定を図れるための物質なの。特にね、有酸素運動、マラソンとかいいよ。確かに根性論とかは良くないと思うよ。良くないけど、でもある程度の体に負荷を与えるっていう要素、それはあんまり減らさない方がいいと思うよ。だってみんなでね、ドッジボールした後とか、やっぱり楽しいもん。児童館の目の前で最後ね、ドッジボール終わった後、みんなでスプライトをね、飲み会するんだけど、めちゃめちゃ楽しいんだよ。だからね、私言いたいの、今こうネットでね、2チャンネル、わかんないけど2チャンネル、何チャンネル、私3チャンネルばっか見るけどね。学校行く前とか、日本語で遊ぼうとか、ピタゴラスイッチ、ピタゴラスイッチ面白いんだよね。ピタゴラスイッチとお母さんと一緒。でもね、もうね、いないいないばさすがに卒業かな。そろそろ面白くなくなってきた、いないいないば。これ子供騙しだろうと思って、私よりもクソガキがね、見る番組だから。私はもうね、ピタゴラスイッチ派だから。今ネットでこうやってね、その嫌なことを書いてる人は今すぐスマートフォン置いて、お前ら走ってこい、走ってきたらな、元気になるぜ。いつでも悩んだらいつでも相談してこい。じゃあ次の質問いくぞ。カナンさんは普段結婚とか考えることはありますか？私は3年以上付き合ってますが、彼しか愛せないと思いつつも結婚したいと思いません。カノンさん、結婚の相手に求める最低条件とか理想等を教えていただけると嬉しいです。だって結婚ってさ、難しいよね、今の時代特に。私はね、お金持ちだから別に金銭面ではね、困ってないの。でもね、友達は親戚のおじさんからもらったお年玉とかを親がね、勝手に取っちゃうんだって。貯金とか言ってるけど、絶対嘘だよね、あれ。ムカつく。昔私もママにね、親戚のおばちゃんからもらった5000円をね、勝手に取られたの。ぶっ飛ばしたい。だから今はお年玉全部自分のものだから、お金持ちなんだけど、そのお金のさ、稼ぎ方がさ、今いろんな時代になってて、最終雇用形態とかもさ、いろいろ変わってる時代でしょ。だからみんなね、昔のように一生その企業と共にするっていう考えはなくなってきてるわけよ。そういった部分もあるし、あとは今って安定するって難しいじゃん、男女
だ共働きとかも普通になりつつあるじゃん。そういったことも考えて、今時代がねどんどん昔のあり方、結婚して幸せに暮らしていくっていうのが、それが普通のようでだんだん普通しなくなってきてんの。今この昔の常識から新しい価値観への移行の過渡期だと思ってるから、だから結婚へのリスクを考える人が多いのね。私の周りの友達もプリンセスになりたいとかバカなこと言ってる友達いるのよ。アイちゃんとか、お前見てんだろ、プリキュアになるからね。プリキュアになってもうね、弱いモードいじめする奴らをねボコボコにするんだからね、めちゃくちゃ強いよ。だから今って結婚するにも愛だけが全てじゃないと思ってるのよ。いろんな要因があって、例えばその人の生きてきた背景とか今後の考え方聞いてみたりとかさ。で、私が結婚相手に求める条件、最低条件は、変な人じゃなければいいなと思うの。やべ、だんだん酔っ払ってきた。あとはね、理想はね、そのお互いの仕事にあまり干渉しないこと、それが大事。むしろ別居婚でも全然いいし。やい、酔っ払ってきた、めちゃくちゃ酔っ払ってきたよ。あの、これママにね髪の毛切ってもらったんだけど失敗されたんだよね。なんかおかっぱみたいじゃん。なんかね、美容室に連れてってって言ったんだけど、彼女にお年玉あげたんだから美容室に連れて行くお金はないって言われて、ママにね洗面台で切られたの。ハサミジョキジョキこうやってよっかれるんだよ、すげえな。だから理想はお互いそれぞれの生き方を尊重して適度な距離感を持てる人、特に今の時代だからこそだと勝手に思ってる。何この質問。プロ野球どこのファンですか？プロ野球はね、ヤクルトスワローズが好き。パパでね、よく神宮球場に行くんだけど、そこで食べる桃タレ、あと皮タレ大好きなんだよね。私が3年前4歳だった頃はよく東京ドームの観戦にも行ってた。なんでよく行ってたかっていうと、チョコモナカアイス、モナカアイス、バニラモナカかな、あれがね美味しかったんだよね。それが食べるのがいつもね楽しみだった。野球見ずにモナカアイスを食べるのめちゃくちゃ美味しいよ。とりあえず人生相談このぐらいでいっか。じゃあね、私は最近思ってることですよ。さっきの続きになっちゃうけど、心にね余裕がない人が増えたんですよ。それはね、もう今こうやってね SNS が発達して、人同士がつながるそういった場所が減ってきたこともあって、人間関係の経験値をね得れる人が減ってるんですよ。ポケモンで言うと、大人になるまでにその学生からちゃんと成熟した社会人になる移行期間の段階で、まあ、ポケモンとかで言うとレベル上げしてからボスに立ち向かうじゃん。それをね、レベル上げがね十分にできない状態でボスに立ち向かって、で社会に飛び込むわけなの。だからその社会に飛び込んでも未熟な状態だから、いろいろと判断する能力が、まあ、足りてないって言っていいのか分かんないけど、足りてないから、その人にとっては、まあ、未熟な状態でも多分普通なんだよね。その普通の感覚がどんどん偏った視野に変わっていて、でそれを周りに振りまいちゃって SNS で大暴れするんじゃないのかなとも思ってんの。だからね、あのコミュニケーションの経験値能力高めた方がいいですよ。ネットだけでね完結しようと思ってもね、あの無理だから。人間で今までさ、そのアウストラロピテクスとかああいった時代からコミュニケーションとか人間関係とかでどんどん進化してきた生き物でしょ。でも最近はこうやってネットとかスマホとかいつでもいじれるんだって、簡単に手軽に薄い人間関係が得られる時代になったわけですよ。社会に出てる人、まあ私もそうだけど、あの年齢があまりいってない人は特にね、すごい精神的未熟な人多いと思う。まあね、その人に一概に悪とは言えないんだけどね。まあ世の中の時代の進化の弊害ですよ。だからもっとね、今コロナ禍だからさ、あんまり外出て人と会えても言いづらい世の中だけどさ、でもそう言って人とのつながりはずっと大切にしてきた方がいいと思うよ。私もね、その高尾に、その高いところにいるやつが生き残れるっていう遊びがあるんだけど、それでね、さきちゃんとなんかね、わかんないけど勘違いされて、私すごい喧嘩しちゃったの。なんか私悪いことしてないのに、さきちゃんがなんか青木ちゃんズルして、私の時だけこうやってちょっとの段差のところに乗ってこれでセーフって、普通段差だったらさ、もっとこんぐらいの高さじゃんみたいな。でもその高さのさ感覚、私はちょっとでも高さがあったらこれで OK なのよ。でもさきちゃんからしたらこんぐらいの高さがいかないと OK じゃないっていうのね。でもそれって価値観の違いじゃん。人それぞれだと思うの、価値観の違いって。でその価値観の違いのズレをすり合わせていくのがリアルな人間関係のコミュニケーションだと思うんですよ。でもそれが
今 SNS だと文面、Twitter だと140文字以内でしょ。そんなのね、人同士でその価値観のすり合わせなんて難しいですよ。本当に仲良い友達同士から始まって、その仲良い友達同士でやる SNS と知らない人同士でやる SNS ね、全然違う。だからみんなもね、7歳のねクソガキのアドバイスをありがたい気持ちで聞いて、これからの人生に生かしていってください。ぜひこの青木様に人生相談したい奴らは画面の下のコメントにいろいろ書いてね、答えてやるよ。少しでも楽しいと思った人間はグッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。みんなからの評判が良かったらまた登場してやる。あと各 SNS も、私ね SNS ねあんまり好きじゃないけど、もうこの時代はムラがつくんだよ。でも SNS 大事ですから、ぜひフォローしてください。また次の動画でお会いしましょう。